GHC ジュニアヘビー最多防衛記録を誇るノアジュニアのエース石森からベルトを奪ったノーマーシー原田大輔。ジュニアらしからぬパワーと豪快さを武器に順調に防衛を重ねていくヤングマスター。しかしそこへ長期防軍剣王襲撃。俺もよ、そろそろ本気を出してもいい頃だろ。おい原田、次はな、この俺だ。日本拳法世界チャンピオンという肩書きは伊達ではなく、強力な打撃に加え反則も厭わないラフファイトを展開。 6.13 後楽園大会での前哨戦で王者原田を必殺技ラゴで粉砕。勢いに乗る挑戦者は、いいか弱っちいチャンピオンの原田君よ、7月5日の有明コロシアムではな、どっちが本当に強いプロレスラーか分かるからよ、楽しみにしとけ。ジュニアの司法をめぐる争い、新たな歴史を作るのは果たして。第5試合 GHC ジュニアヘビー級選手権、王者原田大輔対挑戦者剣王。挑戦を表明した剣王、道のくプロレスから今年1月ノアに本格参戦。森島、マイバッハたちと長期防軍として文字通り暴れ回ってきました。タイトルマッチという神聖な間に、果たしてこれまで通り竹刀を持ち込むのか、あるいは長期防軍のセコンドの介入はあるのか。強さイコール剣王であると語ったこの剣王、いつも通りその右手には竹刀がある。その後ろには長期防軍大原はじめの姿。剣王という強さとは一体何か、この一戦に剣王の希望が見えるはずです。馳せた原田大輔、今年 3.8 ここ有明コロシアムで10回の最多防衛記録を持つ石森を破り、ノアジュニアの頂点に立ちました。小峠、クワイエットストームを下して迎えた3度目の防衛戦です。今日の挑戦者はノアジュニアの悪の化身とも呼べる剣王。その挑戦者を片山ジャーマンスープレックスで沈めることはできるか。今その腰に巻いた青い GHC ジュニアのベルト、真っ赤な花道を通り緑のマットにたどり着きます。果たして試合終了を告げる3カウントの後、そのベルトを腰に戻すことができるか。悪の化身に立ち向かうヤングマスター、原田大輔が今リングに立ちました。その距離は2メートル。中央イベントリース株式会社代表取締役社長加藤理一郎様にチャンピオンベルトの返還です。 GHC ジュニアヘビー級選手権60分の一本勝負、この青いベルトが次に腰に巻かれるのは一体どちらか。挑戦者は長期防軍の剣王、
そのセコンドには同じく長期防軍大原はじめの姿もありました。介入はあるのか。王者原田3度目の防衛戦です。 DHC ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者長期防軍210パウンドキャンオー悪の本気を解く富雄剣豪赤と黒のテープが投げ込まれます。赤コーナーチャンピオンローマーシー180パウンド原田大輔3度目の防衛戦。あと剣豪がいった。剣豪が行きました。ゴングを待たずに今剣豪が仕掛けていく。このタイトルマッチもまさに超希望となるのか。今ゴングが打ち鳴らされました。60分の一本勝負、王者は第27代ノーマーシーの原田大輔、奇襲を受けました。対する挑戦者超希望軍、早くもラフファイトというこの序盤の立ち上がりとなりました。さあ解説の佐久間さん、はい、この試合はどんなところに注目されますか。そうですね、やっぱりこう剣王はね、攻めに出た時が非常に強い選手で、早速攻撃に行きましたよね、はい、このね剣王の攻めをしのいでいかにね原田が最後仕留められるかですよね。まずここを耐えるところから入る展開になると思いますので、なるほど、こう原田の、ね、耐久力にちょっと今回は注目してみたいですね。今年の1月ノアから本格参戦したというこの剣王ですけれども、はい、まあ、長期防軍、ここまではラフファイトというイメージが強かったんですけれども、はい、本当の実力を佐久間さんどうご覧になってますか。いやもうこれ道のくプロレスでもチャンピオンになってますし、はい、日本拳法の世界チャンピオンですから打撃はもう本物ですよね。そうですよね。さらにねこうここ最近公開したあの必殺のラゴですか、はい、あれ本当に非常に強烈な技ですから、これは原田にとってかなり厳しい戦いになることが予想されますね。真っ向勝負、この剣王の強さをいかんなく発揮できるかというところがポイントになりますね。そうですね、もちろんこういつも通りの、ね、ラフも入ってくると思いますけど、それがなくても強いですからね。それは原田も戦前に言ってたんですよね。もう剣王が強いことは十分分かってるということを言ってましたからね。そのあたりで原田はいかにして、ね、こう耐えきれるかですよね。まず本人もこうチャンピオンとしてはただね相手の良さを消して勝つのではなくて、はい、相手の攻撃を受け止めた上で勝つ、そうじゃなければチャンピオンじゃないという言い方をしていたので、なるほど、ある程度受けることもしょうがないと。あー来ましたね、来ましたね。大原はじめがチャンピオン原田の足を取りました。1対1のシングルマッチ、神聖なタイトルマッチですが、やはり長期防軍こういった動きではありますね、はい、ありますね。こういうのが入ってくるとちょっとやっぱ原田のペースが崩れてきますよね。ある程度剣王の攻撃を受ける、それを耐えるっていうところまではね、はい、考えに入ってると思うんですけど、さあカバーに来ました。今のも強烈な蹴りが背中に入りましたね。そうですね、セコンドの介入入ってくるとね、やはりなかなかリズムをつかめませんからね、はい、1対1ではなく1対2あるいはそれ以上の戦いを強いられるかもしれないという王者の原田大輔です。剣王の強さ、まあ、これまでラフファイトに隠されていた部分のそのベールが剥がされるかもしれません。まあ、先ほどまで自分の太い腕でのヘッドロックをしていた王者ですが、今の大原はじめの介入によって、まあ、その流れが変えられてしまったというこの序盤の立ち上がりです。そしてまあ3度目の防衛戦を迎えるという王者ですが、原田の強さを改めて佐久間さんどんなところですか。はい、やっぱりこう最後に、ね、一気呵成に攻めた時の一撃の威力といいますか、はい、傘にかかって攻める時にやっぱ強さがありますよね。ベルトを取った石森との試合の時もフィニッシュの片山ジャーマンにつなげる流れというのはね、はい、非常に見事でしたね。攻撃の正確性もありますよね。ああ、なるほど、はい、まあ、これまでのタイトルマッチでは片山ジャーマンスープレックスでいずれもベルトを取っているという、はい、守っているという原田です。やっぱりこうフィニッシュホールドっていうのはね、飛び道具なんかでしたら的を少し外してしまうとか、そういう打撃技もクリヒットしないとかありますけど、はい、原田の片山ジャーマン必ずね一度高く上げてパーフェクトなブリッジで決めるというね、そのあたりのこう決めに行った時のミスの少なさといいますかね、それがチャンピオンとしてね今いられる強さだと思いますね。その片山ジャーマンスープレックスまで持っていきたいという ところですが、ここはエルボーの打ち合い、はい、打撃ということで、どうでしょう、打撃で言いますと原田と剣王どちらに分がありますか。やっぱりちょっとね打撃キックもそうですし、体格的にも剣王の方が大きいですから、一発ずつ打ち合ったらやや剣王の方が有利かなというふうに見えますよね。幼い頃から始めた日本拳法、さあカウント2つ、全日本大会そして世界大会でも優勝しているということで、
まあ、打撃ではやはりこの剣豪に分があるのかもしれません。新崎人生にスカウトされて道のくプロレスでデビューをしました。まあ、去年の暮れにレスラーとして上を目指すためにノアに上がるということで、今年の 1.5 から本格参戦をしているという挑戦者の剣豪。鍛え上げられた上腕、そして、まあ、あの上半身の筋肉は素晴らしいものがありますね。そうですね、まあ、非常に今コンディションも、ね、いいでしょうし、どんどん上り調子ですよね。これまではラフファイトだった。しかし今日のこのタイトルマッチでは強さイコール剣豪というのを見せつけたい、そう語りました剣豪です。やっぱりこう、ね、ノアに参戦してインパクトを残していくために長期防軍に入って、さらにこうねファンのヒートを買うというか、まあ、反則攻撃というのは目立っていましたけど、もともとは道のくプロレスのチャンピオンですからね。そうですね、まあ、原田も大阪プロレスのチャンピオンから来てこの11位にたどり着きましたけど、その成功例というのを、ね、見てますから、余計に剣王としては負けたくない思いあるでしょうね。連発のエルボーを放っていく原田、強烈な蹴り、これですね。これきついですよね。はい、両者ともに原田は大阪プロレスでベルトを巻き、そして剣豪は道のくプロレスでベルトを巻いた。その2人が今ノアのジュニアの頂上を争っているということですね、はい、それぞれ選手ですからね。はい、その意地もあるでしょう。あっという間に試合時間は5分を経過しました。60分の一本勝負。原田大輔は大阪プロレスでデビューをしまして、2010年の10月日テレ杯でノア初勝利。おっと強烈スライディング、大原を牽制して、そして場外に剣を落としていこうというところ、エルボー放っていく。いやもう2人まとめていこうじゃないかという原田、飛んでいく。いや原田は戦前に話を聞きますとね、はい、もう大阪プロレス時代に、はい、いわゆるそのセコンドの介入などはもう受けていたと、うん、もうそんなものをまとめてやっているというふうに言っていたんですね、はい、まさにその通りになりました。いいですね、やっぱりねそれぐらいの気持ちじゃないと勝てないですからね。はい、今年の5月にノアに入団、ついに欲しかったベルトを手にしました。3度目の防衛戦、王者の原田が今剣王をリングに戻しました。長期防、今大原のね、その腰のあたりを踏み潰してリングに上がったという不敵なムーブメントを見せた原田大輔。さあ原田が強烈なエルボー、そしてもう一度放っていきます。カバーに行く、カウント一つで返すのは剣王です。さあリズム取り返しましたね、ここで。そうですね、今ニュートラルコーナーの近くボディースラム。さあ一体何を見せるか、下から剣王が行くところをおっとよく見ていました。カバーに行きます、カウント2つ、こまめにカバーに行くというこの王者の原田大輔です。おっと右左右と強烈な打撃、張り手は珍しいですよね。そうですね、蹴りあるいはエルボー、そしてその拳を使うことはありますが、張り手は珍しい剣王です。距離を取って、膝、そしてあーっとテイク、いやあるいは片足でいったかもしれません ね、 ですね。こうどれもね鋭利な感じがしますよね。確かにそうですね、その接触点を1点に絞ることでダメージを増幅させていく剣豪の打撃。アンクルホールド、距離はまだあります、1メーター、いやあるいは2メーターあるかもしれないというロープまでの距離。苦しい王者の原田です。やっぱり剣王はこう攻め通すっていうスタイルですからね、流れを失ってもすぐ取り返しに行きましたね。顔が好調してきました王者の原田。4.19 大阪で小峠との防衛戦、そして 5.31 有明ではクワイエットストームの挑戦を退けました。まあ、今日4つの GHC タイトルマッチが行われるわけですが、その中で一番記憶に残る試合にしたいというふうに原田は語っています。そうですよね、これ相手にとっても不足ないでしょうしね。はい、対する剣豪、そして残り他の3つの GHC タイトルマッチとの戦いでもある、そう語る原田大輔です。今右手がサードロープにかかりました。シングルマッチです、助けはありません。自力でその危機を打開したという王者の原田、先ほどからどうでしょう、左の膝そして足首のあたりをしきりに気にしているという王者です。そうですね、ブレンバスターの体勢をなんとかかわした、膝を当てていく、垂直落下落としていきます。そしてそのロックを解かずにニュートラルコーナー乗せていく、高さを出していくという王者の原田。さあ雪崩式になるか、剣王がクラッチするか、エルボーで打開しました。
さあもう一度原田が行く、セカンドロープから勢いに乗ってフロントスープレックス流れ式、これは高さがあります。いや素晴らしいですね、今のスープレックスは。はい、もともとねスープレックス得意ですけど、あの高さからあのバランスで投げるというね、やはりこの辺も原田の攻撃の正確性というのは出てますよね。非常に美しいのがね、はい、特徴の一つでもあります原田。さあそして今腰にダメージを与えました。ここから七色のスープレックスを放っていくことができるか原田大輔です。さあ赤コーナーのトップに登った、距離がかなりあるがエルボーを落としていく。80キロのその体重を全て預けていきました。カウント2つで返します。剣王の動きを止めていくという王者の原田。さあしかしまだあの入場の時に携えてきた竹刀を使っていませんね。はい、その辺もねちょっと不穏な空気がありますよね。はい、青コーナーサイド大原のすぐ近くには竹刀があります。剣王です。ジャーマンスープレックス、これに持っていってはいけないという剣王。ああ強烈ですね。いきます、強烈。右の拳を有明コロシアム高く掲げました。ああ、レフェリーに当てた、レフェリーに当てて、ここで一気に大原が竹刀を持ってきた。これ佐久間さん、はい、危ない時間帯ですね。いや狙ってましたね今のは。はい、レフェリーが倒れています。そのブラインドを突く形、大原はじめバックブリーカー、そして前から挑戦者竹刀攻撃は剣王だ。大ブーイング。レフェリーの福田はこれ見えていません。平柳出てきましたよ。平柳原田大輔と盟友ノーマーシーの平柳が来ましたが、羽交い締めにされている。おーっと、誤爆を誘った平柳。目には名誉、歯には歯を、そういう現場を見舞っていった。セコンドにはセコンド、そしてあっ、出た、なんとエルボー水中だ。ナイスフォローですね今のは。そうですね、平柳に大声援が送られている。いや、これ1対1にさせますね。平柳に連れて帰りましたよ。そうですね、もう邪魔者はいません。さあ剣王と原田の一騎打ち、膝強烈、そして片山ジャーマン、スープレックスのレフェリーが今気づいたが、あーっとちょっとタイムラグがありましたね。ちょっと遅かったですね。これは決まった瞬間からカウントが入っていたら、はい、そうですよね、決まってましたよね。しかしレフェリー福田が気づくのが少し遅かった。ならばもう一度とその指を高く上げました。ここはもう一気に決めたいですね原田は。さあ自らの出身地片山町の名前を取った片山から、あっと抱え上げて、抱え上げてレブロンサイド、危険だ、あっと蹴り、日本拳法世界チャンピオンの蹴り。そして剣王がもうセコンドの介入はありません。その強さを見せるか、エプロンサイド、危険ですね、これは危ないぞ、どうするか、まさか、まさか、まさか、はい、エプロンサイドに叩きつけていきました。大の字のチャンピオン、クッション性がほとんどありません、ね、エプロンサイド。そこは技をかける場所ではないですからね。さあ、ね、ダメージが心配ですね。場外大の字は王者、そして佐久間さん、はい、まだ剣王にはラゴがありますね。そうなんですよね、一冊技のラゴをまだ出していません。まずはここでカバーに行く、あっと危ない、ちょっと効いてますね。視線が定まっていないというチャンピオン、第27代王者原田。ちょっとこのまま攻められると危ないですね。そうですね、バックを取った、あとこれを崩れましたね、ちょっと今ね二段式のジャーマンみたいな形狙ったと思うんですけど、ちょっと滑りましたよね、まあ、それだけ上半身に汗をびっしりとかいているということですが、はい、タイミングがずれて落とされたという見方もあります。ちょっとこれ原田もダメージ大きそうですから。そうですね、さあもう一度、今度はドラゴンスープレックスに持っていく、これはなんとか打開しました。ラリアットかわして、あっとすねから背中フットスタンプ、そして剣王が、あ、膝強烈、すごい落としましたね。はい、カバニックをバウンド一つで返した王者蹴り、これが日本拳法、強烈な蹴り、世界の頂点に立った蹴りです。
ちょっと剣も顔腫れてますね。そうですね、右の目の下のあたりが腫れていますが、ちょっと先ほどのジャーマンのタイミングがずれた時ですかね。あ、なるほど、剣王の右の目の下のあたりかなり腫れていますが、流れはまだ剣王にありますね。そうですね。さあ剣王が狙っている悪の強さ、本気を見せる。蹴りかわした、あと今度は体の蹴り、側頭部。ありがとう、カウンターですよ、カウンター入ってないですね。カウンターの打撃が入りましたね。崩れ落ちた王者、左の側頭部、完璧に決まった。さあそして剣王がその剣法極みを見せるか。腕をクロスさせると必殺技のラゴだ。さあここから持ち上げて剣王が残りになるか。よくこらえましたね。かわした王者が今度は逆に腕をクロスさせる。そのまま落ちていく。何ですか今の落ち方は。膝も落としましたか今。そうですね、なんとか返しました。マットではなく一度膝に当たって。そうですね、はい、さあ流れを変えたか。3度目の防衛戦の王者張っていく。ここはもう1ですね。張り合いになりました。うわ強烈だ。あーと右、しかし倒れません。両者倒れない。いや剣王すごいキック迫るということですね。ローリングソバット、あとマシゲリ、そして前からあとローリングエルボー。負けてないですね原田も。ローリング、これはかわした打撃戦だ。バックを取ってジャーマン、さらにはあっと、そしてローリングエルボー、崩れ落ちましたね。そうですね、さあ原田が前に落としていく。あー膝、迎え撃ったのは膝でした。あー組み体内、組み体内フリーヒットでしたけどね今のは。剣王に打撃で勝とうというこの原田。そして片山、ジャーマンスープレックスホールド、3度目の防衛に成功。悪を下した原田大輔、美しいブリッジ。最後は片山ジャーマンスープレックスホールドでした。佐久間さん、はい、素晴らしい攻防でしたね最後は。いや本当にあの、ね、ラゴが決まっていれば剣王の勝ちでしたよね。そうですね、それを切り返したあの変形の技ですね。そして試合終盤の両者の打撃戦、はい、見応えがありました。いや本当に今日はね剣王も敗れはしましたけど、改めて剣王強いなという印象も残りましたし、引き出した上で勝つとね、戦前予告してた通りの原田の勝ち方でしたね。確かに途中大原はじめの介入はありましたが、その試合の後半戦2人のその位置というのがぶつかり合ったという試合展開でした。はい、16分29秒、今剣王のファイトにも大きく拍手が送られました。中央イベントレーション株式会社加藤理一郎様より剣王長期防軍、その挑戦を退け3度目の防衛に成功しました。16分29秒、いや剣王にもやっぱり大きな拍手を送られますよね。そうですね、右の目の下大きく腫れてはいました。壮絶な戦いを物語っています。いやでも原田は本当に防衛を重ねるごとにチャンピオンらしさが増してきてますね。そうですね、はい、ノアのジュニアの頂点に立ちました原田大輔です。このベルトを持って次期シリーズのジュニアタッグリーグに殴り込んでいくということです。青いベルトが戻ってきました。笑顔も見られるという原田。しかしこの試合ではその剣王の強さというのが改めて分かった試合、はい、これからこの剣王と原田大輔一つの対決の軸というのは見どころになってきますね。そうですね、これねまだまだね戦っていくことになるでしょうし、はい、戦えば戦うほどかつてのね丸藤健太のようなねブランドになってくる可能性もありますよね。確かにそうかもしれませんね、はい、剣王は、まあ、調印式あるいは前哨戦で、まあ、この原田のことを弱っちいチャンピオン、弱いチャンピオンと言っていました。しかしその原田は挑発に乗ることなく、その弱いチャンピオンに負けたのはお前だと言いたいというふうに言っていました、はい、この辺りの余裕がチャンピオンらしさと言えるかもしれません。そうですね、タイトルマッチの経験が彼を強くしてますよね。確かにそうですね。
ライバルの小峠を下し、そしてクワイエットストームを下し、さらには同期防具剣豪を下しました。3度目の防衛に成功した原田、あの10度の防衛記録を持つ石森を下したわけです、はい、だんだんこの原田というのが盤石な防衛体制を築いてきた、そうですね、かもしれません。いや、これは本当に楽しみですね、この先の防衛ロードも。次にこの原田の前に立ちふさがる挑戦者は一体誰になるんでしょうか。今大きな拍手がこの原田大輔に送られます。そしてファンに青いベルトを触らせていく、今子供と握手を交わしました。こういった優しさが原田大輔を支える一つなのかもしれません。第5試合 GEC ジュニアヘビー級選手権60分の一本勝負は挑戦者長期防軍の剣豪を見事下した原田大輔、3度目の防衛に成功しました。